はい、よろしくお願いします。中学1年生の数学第1章、正の数、負の数ってやつのね、頭からやっていこうと思います。算数の世界ではなかったマイナスっていうね、世界の数字の話もやっていくぞっていうのがね、今回の正の数、負の数ってやつになります。正の数っていうのはおなじみ、0より大きい数でプラスをつけて表しましょう。今まで3って言ったらもう無意識のうちにプラスの3だったんですけどね、これからは3は3でもプラスマイナスどっちみたいに、そういう風な世界になってきます。プラス3とかね、負の数だったら0より小さい数、0よりも弱い数、0よりもダメな数、0よりも少ない数って感じだね。0よりも小さい数でマイナスをつけて表しましょう。だからこれからは4って言ってもプラスの4なんですか、マイナスの4なんですか、で全然意味と答えが変わってきます。だからね、しばらくは基本的に何もなきゃプラスってことなんですけど、しばらくは数字の前にはプラスかね、マイナスか書いてあげるようにしましょう。ちなみにプラス4とマイナス4どっちの方がいい数字かわかる？そう、プラス4の方がいいと思います。マイナス4っていうのは0よりも弱い数字ですからね。これで言うとここ0、プラ1、プラ2、プラ3、プラ4、プラ4、ここマイナス4っていうのはここよりも0よりもマイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、そう、こっちの方がダメな数字なんですよね。はるかにマシな数字なんですよね、こっちのプラス4の方が。そう、0よりもこれからは弱い世界があるんだぜっていうのが正の数、負の数。うん。で、整数、小学校でもね、整数って言葉出てきたんですけど、まあもう一度言葉で整数って何説明できるようにしておきましょう。小数でも分数でもない綺麗な数、マイナスや0を含むこともある。小数や分数じゃない綺麗な数だから、こいつら立派な整数です。プラス4もマイナス4も立派な整数です。いいんだよ、マイナス10だって整数です。プラス3とか見事な整数です。でしかもこいつらね、整数でありさらにとかあるんですけど、まあいいや。マイナス 1.2、 あ、こいつ残念、小数になっちゃったから整数とは名乗れないね。プラス2分の3、あ、こいつももう整数じゃないですね、分数になっちゃってるし。で、しかも約分できないしね。約分して綺麗ななんとか点0になれないからね。分数の姿どうしても残っちゃうもんね。約分して分数の姿じゃなくなれれば、2分の6とか、そういうのだったら、こいつ整数になれるけどね。これなれません、なれません。だから整数じゃない、整数じゃない。整数、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 整数。って感じです。自然数。そう、これがね、1以上の整数。整数であり、さらに、プラス1とか、いや、プラス 1.0 とか、プラス 2.0 とか、プラス 3.0 とかだったら自然数を名乗れます。整数であり、さらに自然数も名乗れます。だからこいつ、うん、整数であり、さらに自然数。これ、整数にはなれたけど、1以上の整数。これプラスの世界じゃないとダメなんで。そう、これね、大事ですね。プラス1以上の整数。マイナスの世界は、整数は名乗れても、自然数にはなれないから。だからこのマイナス4は整数ではあるけど自然数ではありません。自然数にはなれない。整数ではあるけどね。プラス3、あ、よかったね。こいつ整数でもあり自然数でもある。これ、あー、ダメだ。もう整数でも自然数でもない。うん。これもダメです。数直線っていうのがね、0を真ん中にしてプラスの世界に広がるメモリ、マイナスの世界に広がるメモリ。だから数直線上でプラス2はどこですか、数直線の上でプラス2はどこですか、グリグリマークを書きなさいみたいなこと言われたら、プラス2ここだなとか、マイナス4はどこですか答えなさい。ここがプラス1ってことは、こっちがま、こっちもまたマイナス1ってことだよね。マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス3、ここだみたいな。問題によっては、たまにここがプラス1だったりもします。ここがプラス1だったりもします。そしたら1メモリが 0.5、1.0、1.5、2.0 みたいにね。1メモリが1だとは必ずしも限らないから、1メモリの価値、1メモリでどんぐらい数字進むのかっていうのをちゃんと見極めてあげてください。だんだん複雑になってきますが、絶対値。絶対値。数直線上で0から離れてる距離が絶対値って言います。だから0から3歩家出してくれって言われたら、今まではプラス3にしか行けなかったけど、これから0から3歩家出してくれって言ったら、こっち側に家出してもいいんですよね。ちょっと家出とか言うとずっと悲しい感じするけど、0から3歩離れてって言ったら、こっち側に離れてもいいし、こっち側に離れてもいいんです。絶対値、数直線上で0から離れてる距離。だからよくこういう問題が出てきます。
絶対値が5の数字を全部答えてください。絶対値が5になる数字を全部答えてください。絶対値が 5?0 から5離れりゃいいんでしょ？プラス5だけじゃないんですよね、これから。絶対値が5の数字を全部答えてください。すべて答えてください。0から5離れるってことは、こっち側に5歩行ってもいいし、マイナスの世界に5歩行ってもいいんで。だから、0から絶対値が5になる数字をすべて答えなさいって言われたら、プラス5とマイナス5の2つがあるんだぞ。っていう絶対値問題、よく出てきます。小学1年生の最初のテストでね、100点を邪魔する、ちょっと厄介な絶対値。こんなのもあります。絶対値が3以下の整数をすべて答えなさい。絶対値が3以下ってことは、0から3歩家出する。こっち側でもいいし、こっち側でもいいし、0から3歩家出する。で、絶対値3以下ってことは、ここからここの間にいる整数全部答えろってことなんですよね。こっち側に3歩。1、2、3。こっち側にも3歩。1、2、3。この範囲の中にいる整数を全部答えなさいって問題らしい。だから、マイナス3 OK。以上のイの字ってこの字も、3も入っていいからね。だから、マイナス3、マイナス2、マイナス1。そう、0もいいんです。絶対値が3以下の整数を全部答えよう。0もいいんです。マイナス3、マイナス2、マイナス1、0。もちろんこっち側も、プラス1、プラス2、プラス3。うん。だから、絶対値が3以下、絶対値が3以下の整数全部答えてって言われたら、マイナス3、マイナス2、マイナス1、0、プラ1、プラ2、プラ3の全部を答えるようになります。だからこんなのもあるよ。絶対値が3以下の自然数を全部言ってください。絶対値が3以下の自然数全部言ってください。自然数は0入っちゃいけませんので、この指からここまでの間の自然数、ここか。この指からここまでの自然数。0入っちゃいけないから、プラス1 OK、プラス2 OK、プラス3 OK。その3つってなるよね。ちょっといろいろ横道逸れちゃいましたけど、いっぱい問題解いて、納得しながら先進んでください。中学生の勉強ってなんとなく丸で分かった気になってると、そのうち痛い目見ちゃいますんで、分かった問題を隣の人とか近くの人に説明できる。なんでって言われたら、だってねって説明できるぐらいになっとくと、テストで使える知識になります。正解だからいいじゃんっていうのはね、ちょっと後々痛い目見るからね。他の人に説明できるぐらいまでがっつり理解してあげてください。絶対値。仕組みね。覚えておいてみてね。不等号。このやつですね。なんか、小学校でも算数でも見たかな。下にイコールがあれば、その数字、OK です。同じでもセーフ。以上とか以下って言葉出てきたら、この表現が多いかな。で、これは同じはダメ。その数字は入っちゃダメ。で、日本語を反対にしてもプラスマイナスを逆にすれば元通り。なんか敵の敵は味方みたいな。なんだそれやってみましょう。800円の収入。収入ってお金が入ってくることをやった儲けだなんですけどね。で、マイナス800円。プラスマイナス。ここの800円っていうのはプラスなんですけど、プラス800円の収入がマイナス800円。プラスがマイナスになったらなんだ、損じゃねえかって思うんですけど、イコールってこれ同じ意味ってことでね。800円増える。プラス800円の収入は、マイナス800円の、うん。プラスマイナスひっくり返っちゃったら、日本語を反対にすれば意味は変わらないで済みます。これ国語だけど、収入の反対の言葉わかる？お金が入ってくることは収入。じゃあお金が出ていくことは支出って言いますね。800円、プラス800円お金が入ってくるってことは、マイナス800円払う。マイナス800円払うってことはね、プラスマイナス逆にすれば日本語の意味も逆にできるから、プラス800円もらうってことになるんですよ。だから同じってなるね。ちょっとややこしいけど。東へ4キロ。こっちの方がわかりやすいかな。東の反対西じゃん？西へ。東へ4キロってことは西へどうすればいいの？日本語が逆になったから、プラス4キロ。隠れてるプラス4キロ反対にして、西へマイナス4キロ。イコールっていうのは同じって意味だから。これとこれ反対のこと言ってないよ。同じこと言ってるよ。日本語が逆になったら、プラマイ逆にすれば、意味は変わらないで済むって感じ。で、あと、こんなプラスマイナスの使い方もあります。100って数字は、95から見たら、見上げないとね、95から見たら、プラス5の位置に100って言いますよね。100は、95から見ると、プラス5の位置にいる。で、同じく100は、
108から見ると8センチ見下しますから、100って場所は108から見るとマイナス8の位置、108からは8マイナスした場所、100って場所は95から見たらプラス5した場所、108から見たらマイナス8の位置。もしかするとね、この辺はもう知っとるし、なんとなくわかるしって人もいるかもしれませんが、ここからだん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 複雑になっていきますんでね、なんとなくで理解せず、ちゃんと隣の人に説明できるように理解しておいてほしいなと思います。ありがとうございます。次も頑張りましょう。